マイケル・アルコシズニーノは、アメリカ合衆国フロリダ州、リーグン・ケープコーラル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。イタリア系アメリカ人。父のグレッグは、ニューヨーク・ヤンキースのマイナーで2年間プレー経験があり、現在は、シンシナ・ティレッツのスカウトを務めている。7歳で、ティーボールを始める。 2009年の MLB ドラフト29巡目で、オークランドアスレチックスから指名されたが、入団せずに、フロリダ大学へ進学した。大学時代は強打の星として、通算47本塁打を記録。マット・ウィータースと比較され、ドラフト全体1位候補になる。2012年の MLB ドラフト1巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、7月2日に契約金400万ドルで、 入団した。7月6日にはその年の大学最優秀選手に贈られるゴールデンスパイク賞を受賞した。7月14日に参加の a 級エバレットアクアソックスでプロデビュー。a 級エバレットでは29試合で打率。373、10本類三35打点、オプス1.210と格の違いを見せつけ、8月13日に AA 級、ジャクソン・ジェネラルズへ昇格。AA 級でも15試合で打率。333、3本塁打、8打点、オプス、974の好成績を収めた。投塁阻止率も合計で43%を記録し、攻守で期待通りの活躍を見せた。シーズン終了後には、ベースボールアメリカから、マリナーズのナンバーワン有望株に選定された。 2013年6月11日にメジャー初昇格を果たし、翌12日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。6番、保守でスタメン起用され、4打数1アンダ1三振だった。2014年2月20日にマリラーズと1年契約に合意した。年間通じてレギュラーに定着し、アリーグ1位となる17死球を記録した。131試合の出場で、 打撃面では22塁打と22本塁打を放った。一方で打率、199に終わり、17支給に対して158、三振を喫した。2015年も、正保守で起用され、112試合に出場したが、打撃成績では、前年から低下した。試合数を超える132三振を喫し、オプスは、メジャー昇格後では、 ワーストの0.530だった。チャンスでも全く打てなかった。2016年は55試合の出場に止まった。2017年は再び正捕手として起用され、124試合の出場機会を得た。打率、251、25本塁打、64打点を記録したが、163進を喫した。2018年は113試合の出場で打率。 201、20本類が44打点だった。2018年11月8日に、マレックス、スミス、ジェイク・フレーリーとのトレードで、ギレルモ・ヘルディア、マイケル・プラスマイヤーと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2020年オフの10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため、FA となったが12月16日に、 レイズと1年200万ドルで再契約した。オプションとして2022年は出場試合数に応じて金額が変動する球団オプションでバイアウトの際は100万ドルが支払われる。2021年7月4日に選手間投票で控え野手として自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは5回裏に保守で 先発出場していたロイヤルズのサルバドールペレスに代わって守備について途中出場しオールスターゲーム初出場を果たした。6回表にオールスターゲーム初打席に立ってメッツのタイフアンウォーカーから本塁打を記録した。ありがとうございます。